男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男、グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。二代目、そろそろ。なんだこの気配は。お帰りなさいませ。ご無事で何よりでした。栗谷川さん、奥様、バキ坊ちゃまをお連れしました。モニターを止めてちょうだい。バキ、しばらく。おかえり。あなた太った？前より痩せたよ。でかくはなったけどね。強くなったのね、お猿と喧嘩して。相変わらず情報が早いや。バキ、あなたがお猿と喧嘩してる間、世の中も動いたわ。さあ、今世紀最後のビッグカード、ユリー VS ケバス戦、今まさにゴングが鳴り響いた。蓋を開けてみたら、開けないものだったけどね。革新の右カウンター、全スポーツ紙が一面にそう書き立てました。バキ君にあの右が避けられて、事実上中量級を完全制覇したユリーは
試合後重量級の制覇をも宣言しました。現在ユリーのウェイトは81キロ。スピードを落とさず、パットを伴わず、マッスルのみを強化し、2ヶ月で15キロの増量に成功しています。どうかしらバキ、ずいぶん遠くへ行っちゃったわね、あなたのライバル。遅いな。遅いってユリーは？俺の記憶にあるユリーはこれの5倍は速かったはずなんだけど、これじゃまるでスローモーションだ。クリア川。はい。夢でも見ているのだろうか。ウェルター級のユリがヘビー級を圧倒しているよ、ドクター。少々訂正してよろしいですかな、ウラジミールコーチ。ユリー・チャコフスキー、彼こそが今世界で最も速く最もテクニカルなヘビー級です。ほう。人体を知り尽くした我々医学スタッフに任せてもらえれば、ユリーは必ず6階級制覇ができるでしょう。心強いよ、ドクター。次！超一流のスタッフ、そしてヘビー級のマッスルとパワー、申し分ない。1億円あります。3ヶ月前あなたとスパーリングした少年ともう一度フリーファイトしていただきたい。不愉快だ。キャッシュをちらつかせさえすれば人の心などどうにでもねじ曲げられると思い上がる日本人の心根が、私の悲願はただ一つ、精鋭無比なるジギールの血が地上最強であることを示すことだ。プロボクシングヘビー級チャンプが世界最強と認知される以上、私の目標はそれ以外にはない。あなた方は世間知らずだ。我々はたかがボクシングの世界チャンプごときを地上最強とは認めていない。もしあなたが真の地上最強を目指すなら。失礼さ。ですからまずはユリー選手とお坊ちゃまの対決という線で、だからといってあなたとお坊ちゃまの対決が消えたわけではなく、ただ旦那裕次郎、え、本当に会えるんだろうな。あなたがお坊ちゃまを倒したなら父親の裕次郎様は必ず現れるはずです。なぜなら裕次郎様は戦うことを何よりも優先します。水より食事より女性より。ではお坊ちゃまとの対決はユリー戦の後ということで。関係ねえ。関係ないって。顔があったら始まるのがあたしらの喧嘩だ。オタクんとこの坊やが誰と喧嘩しようが、あたしらはあたしらのやり方を通すだけで。今日はあの連中が相手だ。全員お釈迦にしてやるよ。ユリーさんいる？こんにちは。私と試合をしに来たのか？試合？まさか。俺の周りの連中は分かってないから俺とユリーさんをやらせようとしてるけど、あいつらスポーツも格闘技も一緒なんだ。スポーツも格闘技？君はボクシングが格闘技ではないというのか？悪いけどボクシングは格闘技としてはあまりにも不完全すぎる。
我々はたかがボクシングの世界チャンプごときを地上最強とは認めていない。聞き捨てならんな、坊や。よせ、相手は子供だ。いや、坊やに教えてやりたいだけさ。100キロのウォーターバッグが跳ね上がったぞ。今のパンチは不完全だったかな。なんてでかい背中だ。グラブをはめる。蹴り技がない。組み技がない。投げ技がない。決め技がない。以上の理由でボクサーはグラップラーとしては不完全だ。日本が、東洋が待ちに待った日がやってまいりました。5階級制覇を成し遂げたユリ・チャコフスキーが今夜ついにヘビー級の壁に挑みます。グラブをはめる。蹴り技がない。組み技がない。投げ技がない。決め技がない。以上の理由でボクサーはグラップラーとして不完全だ。でもユリさんのやろうとしてることはすごい。俺は心から応援してるよ。あの少年はこの3ヶ月間私以上のトレーニングをしていたというのか。へい、ユリ、時間だ。さあ行こうか、チャンピオン。オーケー。不完全かどうか証明してやる。もう始まっちゃった。これからよ。気になるの？まあね。ウラジミール、なんなんだ君たちは。
しまった。ユリーの腕を握った瞬間、破裂音を聞いた。悪いけど、ボクシングは格闘技としてはあまりにも不完全すぎる。だからどうした？持ちうる武器で最後まで戦うのが、ちぎる戦士だ！ユリー！まだ姿を現しません。そろそろユリー選手の登場でしょうか。控室側の中村さん、中村さん。こちら中村です。ユリー選手はすでに出発していますが、まだ見えませんか。妙ですね。どうした、もうおしまいか。じいちゃん、俺負けたくない、負けたくない、負けたくない、じいちゃんにも誰にも。ユリーよ、ジギール戦士に負けはない。負けない。そうだ、絶対に負けない。倒されることなど真の敗北ではない。真の敗北というのはな、ユリー、心が折れることを言うのだ。心が折れる、わかるかユリー。心が折れる音さえ聞かぬなら、たとえチンギスハーンでもお前から勝利を奪うことはできない。ユリー、立つんじゃない。折れぬ。構えやがった。二代目の突きをまともに食らった野郎が。やめてくれ！こちらは放送席。どうしました、中村さん。大変です。ユリー選手がたった今何者かに襲われたようです。試合不可能。担架で運ばれていきます。お疲れ様でした。花山だ。花山？日本最強の喧嘩師、花山薫。あたしらはあたしらのやり方を通すだけです。あの少年、いや、彼は化け物だ。大の極道に、ヤツとだけはやりたくないとそう言わしめる男です。大変な坊やだこと。彼については興味深い報告があります。彼は人間の腕をはぜるとかで。はぜる？彼に腕をつかまれたが、最後腕が爆発音にも似た音を立てて弾けるんだそうです。武器を使うってこと？ありえません。
彼の非武装に対するこだわりは美学にまで昇華されています。おとなしいのね坊や。あなたの父親はこんな時身震いして喜んだものよ。帰るわ、ネミ。おやすみ。懐かしいわ。あの子はおもちゃを買ってあげるといつもああして隠れちゃうの。分かってるわね。早いほど素敵よ。はい。花山香る。ん？何事だ？ちょっと様子を見てきやす。二代目、すみません。花山さんだな。有名なんだな、あんた。それっぽい人に聞いたら、みんなここを教えてくれたぞ。強いんだって、喧嘩。まさかさあやろうぜ、着物同士。その夜、男たちは獣になった。幾度か繰り返された小さな爆発の後に始まった空気を切り裂く噴火。明日を見ぬ男の力の根源は背中に刻まれた傷跡と男の鏡、すなわち男たち。